すごくなだらかで歩きやすいですね、この巻き道は。標識です。松濤山三国山と書いてある方に進みます。三国山まで 0.6 キロ。標識です。三国山、松濤山、松濤山三国山と書いてある方向に進みます。三国山まで 0.5 キロです。
標識です。巻き道の方を進んでいこうと思います。三国山まで 0.3 キロ。ここも葉っぱが多いですね。こんにちは。すいません、ありがとうございます。はい、気をつけて。はい。とても気さくそうな漁師さんでした。もともと標識だった木材を階段に使ってるみたいですね。松濤山っていう字が見えますね。ここに松濤山 0.4 キロって書いてますね。
式は三国山熊倉山と書いてある方に進みます。三国山まで 0.1 キロ。なんでしょう、認定ポイントって何なんでしょうね。小東山が認定ポイント、何なんでしょう認定ポイントって。標識です。三国山熊倉山と書いてある方に進みます。三国山まで 0.1 キロ。三国山まで戻ってきました。ストップウォッチを止めます。約26分なので、コースタイムよりだいぶ早いですね。Oh.